どうも、まるまるチャンネルです。どうも、まるまるチャンネルです。です。今日は、はい、今日はね、はい、新年言ってたまるまるさん婚活企画ということでね、はい、あの新年の時に言ってた今年やることをまず、まあ、第一弾ということで、まあ、まるまるさんが今年中に彼女を作りたいということで、まあ今ね YouTube とかで広告でやってるような主要のマッチングアプリを使って彼女を見つけようという話ですね。まあそう、まあ、それ以外、はい、まあもやりますけど、一応まあ一つとしてね。で一応4つやる予定だったんですけどね、なんか丸川さんがね勝手になんかやってて勝手にねペアーズ登録してたんだけど、ペアーズではちょっとねじゃあペアーズのちょっと使用感教えてくれ。まあまだ1週間ぐらいしかしてないですけどね、うん、まあそんなに、うん、まあいっぱいいるなっていう、単純に女の人が、ああ人はたくさんいると。うん、でね、まあそんな自分も開いてないからあれですけど、まあなんかいろいろなんか条件をこう検索できるんですよね。年齢とかなんか、ああいろいろな仕事を、何歳から何歳までと仕事はこういう仕事でとか、休みとか趣味とかみたいな感じで、なるほど、な感じです。ちなみに丸川さんどんな年齢設定ってなりましたの？年齢設定は自分を見せてよ。ああ、まあ、ここだよ。まあ一応、まあ、見せるのはいいけど、これいいよ見せるのはさすがにね、ちょっとぼかしがめんどくせえ。もういろいろ個人情報が入ってますからね。ああじゃあ年齢は、年齢層はどっからどこまで？年齢層はとりあえず下は25から上は32にしました。はいはい、もうすぐやん。まあ、まあ、なるべく近いぐらいがいいかなと思ってる。ああ、そんな感じです。だからで、どうなん、使ってみて、使ってみてどうなん、マッチングしたの？俺も全然使ったことないから分かんない。まあなんか自分からいいねみたいなの送れるんですよ。いいねとか向こうからもなんかいいねみたいな。ああ、で何人だったかな、まんとこ15ぐらいいいねもらってるんですけど。おお、つまり15人ぐらいから向こうアプローチ来てるってこと？まあ多分単純になんかまあお話ししたいみたいな、で見たら、でもなんかもう変ななんですよ。まあ、話しながらさ、俺らにだけ画面見せてくんねえと分からん。うん、本当かどうか分かんないけど。どんな感じ？起動遅いな。なんか変だな。何回かやらない。ちょっとこれも嫌だね。ちょっと起動遅いのはちょっとマイナスポイントだね。いや、俺のスマホが変だなんじゃないですか。分かんない。後で、その、ペアルズのサイトに行ってくる。遅いな。いや、一回で行くときもあるんですよ。これ何なの？みんな出会い求めてるからサーバー重くなってんの。いや、そんなわけじゃないと思うんですけど。うん、あ、開いた。で、これなんか今日のピックアップみたいな出る。うん、なんか単純にここなんか見ると、うん、自分まあ10月生まれで天秤座だから、なんか天秤座と相性ぴったりのお相手みたいな。そんなん出るんだ。天秤座で占いだね、これね。そうですね。で、こういう風になんか見れるんですよ。ああ、相手の方が見れるのね。そうそう、まあこういう顔が見れる人もいれば、こういう風に隠してる人もいますけど。で、まあここはいろいろ自分の写真載せたり、なんかそういう食べ物とか風景とかなんか。なるほどね。まあこんな感じ。まるまるさん、ちなみに自分のプロフィール見せてもらっていい？自分のやつあれですよ。あの飲み会の時に撮ったやつ、だいぶ昔のやつですけど。詐欺じゃねえけど。だからこれしかなかったんですよ。自撮りするのも嫌だし。ああこれね、痩せてるね。痩せてるな。でここになんかワクチン接種済みって今なんかって書けるんですよ。そうなん。多分会う時になんか、あこの人こう、いろいろ書いてある。これなんかコミュニティですね。ああいろいろあるね。ほう、こんな風に。ああ、そういうことね。そうそうそう。なるほど、コミュニティの中からね、いろいろ探して。まあまあ、
これも使う時もありますけど、でも一応自己紹介はなんか自己紹介は俺言っていいの、これは自己紹介言っていいよね。はじめまして、はじめまして、新潟県出身の29歳です。プロフィール見てくれてありがとうございます。仕事は製造業をしています。最近たまに知り合いなどに横顔が千鳥のノブに似てるねって言われます。わら、自分は全然思ってません。こっちからじゃ横顔じゃねえんだよ。まあ画面越しでもいいよ。ちょっとマスク外して、はい、似てねえよ。いや俺は思ってないけど。休日出かけるのが好きでドライブしてフラッと買い物に出かけたりもします。野球もやっていたので好きです。ラーメン、お酒を飲むことが好きです。恋愛に関しては女性の笑顔に弱いです。本気ですのでお願い。じゃあこれ素晴らしい、参考にしたんす。素晴らしい、それをなんか、なるほどね。で皆さん丸助さんの方ね、はい、丸助さんですね。はい、ややぽっちゃりじゃねえだろ。体型とか出んだね。いやだからまあそういうのもそれはちょっとずっしりでいいんじゃない。うん、まあ一応なんか書いてがっちりでいいよ。がっちり体型だ。あ、マジでそこも出るの。え、でもすごいね。性格タイプとか出るんだ。タバコも吸わないとか出るんだ。すごいよ。いや、これはあれ、入力すればね。ああ、なるほどね。素晴らしい。ただやっぱね、こういう風にいろいろ書いておかないとさ、女の人はなんか適当になんか書いてあると、なんだこの人みたいな、うん。なんか目に留まってくれないと思ったけど。これでもね、ちょっと、うん、なるほどね。OK。なるほど。これがペア。そうですね。一応ここになんか マッチングしたら出るんですよ。そうね。まあ、ちょっと今ちょっとマッチング中。まあ、いないですね。マッチングするとここに出てもメールするとこっち行っちゃうからもう。ああ、え、二人もおるやん。はい。てかもうなんか一人なんかLINE 教えてくださいみたいな。お、すごいじゃん。お、これはありですね。これはでもまあ言わない方がいいですね、名前は。名前は言わない方がいいけどちょっと見ていこうか。はい、かわいいじゃん。なるほどね。はい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 、うん、はいはい。まあこの辺は言っていいでしょ、自己紹介はね。いや、わかんないそれは。まあいいか、しゃべっとこうか。人のことなんで、まあ、ね、あんまり。はい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 。あ、新潟なんだね。新潟の人ですね。うん、はいはいはい。あ、同じね、新潟県でね。うん、はいはいはい。よかったじゃん。はいはいはい。まだ全然 LINE してないけど。この1週間で？いや、1週間だって昨日だったか、おととい。LINE 交換。いや、でもすごいじゃん。うん。もうすでにじゃん。しかも普通に可愛いよ。まだ全然わかんないですけど。すごいね。すごい。いやでも一週間やって一人とね、なんか LINE したいなんてなかなかないと思う。いやでもやっぱ顔写真載せてるのは大きいと思いますよ。ああ、やっぱわかるから。なるほどね、まあまあ、信用度が違い。あと写真的に今嘘写真じゃ見えない。もう一人いるね。その人はすごい細いんですよね。はい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 。なるほど、うん、はい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 。なるほどね。なるほど、素晴らしい。なるほど、いいじゃん。でペアーズがお金かかるんだっけ。ペアーズはそうね、メールするのにね。うん、あ、最初の1通ん1通はできるのかな。1通だけ。1通だけ。なるほど、そうですね。じゃあペアーズはなんかいい感じと。ペアーズはやっぱでもそうですね、まあ、他のやつやってないから分かんないですけど、はい、はい、ということでね、丸間さん勝手に始めちゃったんですけど、うん、ここで今、まあ、一応いろいろ精査した結果、ちょっとね Tinder とどうする、お見合いかな。まあ他にでもいいですけどね。まあじゃあ Tinder とそれを比べながらやればいいんじゃないですか。あ、そうだ、はい、Tinder はですね無料らしいんです。ちょっと自分の知り合いがやってるらしくて。 Tinder Tinder
これですかね。はい、マッチングアプリこれです。はい、見せていいですか。ああ大丈夫です。はい。これはでもようわかんないですね。まあ大体同じでしょ。インストール、インストール、タンタンとかありますよ。タンタンってどこに出てくる。ペアーズ。でもさ、あんまり CM で見ないのはあるかな。CM 出てるから信憑性あるってわけじゃないけど。よかったね。よかったじゃん。いやまだこっからどうなるか。まあこっからどうなるかはあなた次第よ。しかも全員なんか年下よね。よかったじゃん。まああれにしてますからね。30までにしてますからね。いやすごい時代よ。でも、うん、しかも意外となんか住んだり、ね、1週間で始めて今もう2人か。まあそうですね。なかなかやん。でまあこういうご時世もあるんじゃないですか、やっぱ。ああまあね、うん、なかなかね。コロナで。コロナでね、また増えてきたしね、たくさん。合コンとかできないね。うん。はい、なかなかインストくるくる回ってます、ね。時間かかるとか、ね。こうやって電波悪い。いや、電波悪くねえよな。いや、たまにあるんですよ。他のアプリをなんか更新しないとだったから、それが終わってないから。はい、開いて。アプリ内課金ありって書いてありますよ。これもやっぱ課金しないとな。課金しないとなのかな。いや、わかんないですけど。情報にすると Tinder を使えるよ。うん、こんな感じで出てる。位置情報ね。まあ位置情報あるでしょ。まあ自分がどこに住んでるかわかる。いきなり出てきた。いきなり出てきた。めめ。急に出てきたな。なんかあれよね。急に、ね、何の紹介もなく出てきた。ミュージックモード新登場。テーマ曲や時代再現がスワイプして音楽の趣味が合う人と待ちは。なるほどね。マイページよ。あれやまってる。あれ、なんか分からん。え、なんで？もしかして、もうすでに登録してた？え？認証手続き。写真を2枚自撮りすることで、あなたがプロフィールの本人になること。じゃあ自撮りしようか、ここで。Tinder は顔認証技術を使って自撮り写真とプロフィール写真を写っているあなたの顔の形状を比較し、あなたが本人であることを確認する。なるほどね。顔認証システム。認証してる。はい、一番便利です。このポーズをできるだけ中立に再現。めんどくそ。マスク外さんと。じゃあ、はい、一番目のポーズ。はい、許可。はい、はい、じゃあ待ってください。こんな感じ。こんな感じ。うん、ちょっと待って、こんな感じ。はい、面白い。はい、こんな感じでーす。晒すっていうか、ネットに。うん、はい、次のポーズ。これでワンちゃん通らないから。ああ、これは次はこのポーズをするってことですね。はい。はい。撮るよ。電話来た。電話。ちょっと待ってね。はい。OK。プロフィールになると思う。はい。こんな感じです。はい。プロフィールになってほしくないわ。ねえ、何ねえろ。はい、はい、OK でーす。なるほどね。OK でーす。これで OK だね。
で、設定で、なるほどね。これは何なんだろうな。もうすでになんか登録してるような感じになってる。したかな。したかなってなんだ。いや、昔なんかちょっとや、いろいろなんかやらあった。まあでもいいや。うん。で、はい。マッチしたい年齢の範囲で調べられる。で、プロフィールでも大体できてるんですか。いや、なんかね、まずなんでそもそも名前が出るのかわかんないんだけど。まあ、プロフィールやっぱやんないとマッチしないと思うし。うん。でも違うよ。自分の一番上の。それそれそれ。顔写真動画を追加。自己紹介。自己紹介。コピペすればそうね。フェアだ。また遅いな。怖いね。いいから。丸すけて。それでね。なんか指先見るとさ。うん、操作の仕方見るとおじいちゃんみたいな。初めてです。そうそう。Tinder。Tinder は早いね、起動が。あれ長押し。これで OK。 あーでも、入ってるのかな、見事中気になってた、ギターが色で分かる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、よろしくお願いします。あー、面白いね。うん、趣味、興味かな。居酒屋巡り、いっぱいあるね。めんどくせえな。スポーツ観戦、ディズニー、ヨガ、スキー、ピクニック、ワインでいいんじゃない。アウトドア、サイクリング、ランニング。あ、ランニングもやるわ。あとファッションとかいいじゃん。ボードゲーム好きじゃん。ファッション、ボードゲームなんてやってっすよ。営業。いや、あれボードゲームなんて。ボードか、カードゲーム。高山巡りやるのいいか。サーフィン、サーフィンやったことないよ。フェスは、もう嘘をした。スピリチュアル。スピリチュアル危ないな。お酒、あ、5個だからもうあれダメだ、欲張んないで。スポーツ観戦、ファッション、居酒屋巡り、お笑い、アニメ、ダンスでいいんじゃない。テニス、いやもう5個だからどれかしてないと。まあまあこれでいいや。サッカーってなんで野球ねんて。プロ野球ありますよ。それにしろ。スポーツ観戦にしてあるんで幅広いじゃん。星座が天秤、はい、B が、え、 B なの。そうだよ。ペットはいる。スキップかな。タバコは吸わない。お酒はあまり、お酒よくよくお酒は飲む。戻ったぞ。これで完了かな。多分これでも OK。 で、仕事、製造部と炭造で。誕生だと分かんない人もいるかもしれない。会社を追加。はい、高校の。お前まだ高校生だと思われるぞ。高校。高校。高校はいい。高卒ね。まあまあいいか。市役を追加。それは新潟県。もうインスタグラムとね。自分のテーマだけど、コナン。コナン。フィードとデイ。洋楽しかねえですね。うん、じゃあいいや。それはいいんじゃない。なんかおしゃれなやつなんですけど。あとで。なんか電気しちゃったもんね。うん、性的趣向ないの。ゲイとか。ゲイとレズバイセクシャル、レズビシャル。え、こんなあんの？いやもうねえわそんな。ストレートってない。年齢を表示。年齢は表示した方が。ないか。じゃあいいや。
で、これで OK かな。顔写真はあの時の写真をバッシャー貼るだけいいんじゃない。あの、さっき撮ったやつでも、その、なんか25、6歳の時。写真はとりあえず買ってみよう。OK。で、これでどうやってマッチングしていくんだろうね、これは。まあ、とりあえず多分検索しないとですね。検索か。ピアーズもそうですけど、まあ、メホークから来るパターンもありますけど。なるほどね。ちょっと来て。こういう感じで、こういう感じで、たくさん。いやなんとなくですけど、なんか外人がいっぱいいる、なんかいい感じがするのは俺だけでしょうかね。いないでしょ。なんとなく。だってあんな、ゲイとか。まあ、今そういうのにさ、寛容よ。ティンダー早いな。そうっすね。いや、とりあえずこの人やる。この人のあれが見ないと。どこの人かもわかんないし、距離16キロ。本当に？距離16キロだったら新潟県内でしょ。いいのをしていけばいいのか。プロフィールが見えないの？どうやって見るの？いいねした人以外見れないんじゃない？ハートしてみて。これ多分いいね、送るみたいな、ね。あお。プロフィール見れないね。プロフィール見れないとちょっと怖いんだけど。見れるよ。見れるじゃん。で友達に紹介するの違う。何してんの？見れないでしょ。逃げたし消えちゃったから。自己紹介あるよ。単純に書いてないだけだ。ああこういうのしか書いてないんだね。だからそういうのだと怖いんですよね。あ、わかんないけどね。ピアーズにも行ったんですけど、なんかそういう勧誘みたいな。業者？業者の桜みたいな。なんかもういきなり LINE のアドレスで。カフェ巡りと慣れ慣れしい人苦手とか言うけど、だったら Tinder やめた方がいいじゃん。ほうほうほう。なるほどね。これ確かね、なんかね、やってたんだけどさ、ここをこうすると、こっちでこうすると、うん、これがノットだ、で、こっちに入れると、もう like って出んじゃん。これはまあ、いいねしたのと同じ。ってなるらしい、確か。詳しいですね。ああ。やってます？やってねえよ。俺がやってるわけないでしょ。まあ確かにね。なんかでも、ペアーズよりは書いてないっすね、あんまみんな。自己紹介、紹介みたいな。マジでね、Tinder はね、そういうのじゃないんだと思う。なんかほんと友達とかそういう感覚なんだろうね。しかもなんかペアーズより写真が本当なのかっていう。ペアーズも正直、本当かどうかってわかんないからね。正直。他人の写真使うことだってできるし。でもなんか写真的にピアの本物っぽい感じがする。ティンダー顔認証してたよね。うん。ってことは本人以外使わないからティンダーの方がまだ信用性あると思う。そうね。まあ、あとはぼちぼちやってティンダーだけど真面目にやってる人もいますよね。もうちょっとやりもちバツお話ししましょう。どういうの飲みに行きたいな。飲みてほしいけど昨日、分からん。結局ね、自己紹介って言っても会ってみないと分からん結局、うん、最終的にはそういうこと。まあやってみますよ。ああ、はい、で、ついにね、あの、まあ、マッチングしてるわけじゃん今、はい、マッチングしてるわけなんで、それはね、大いなる一歩ですよ。嬉しい嬉しい。まあそうですね、マッチングしないよりは、うん、でまだ交換してほとんど LINE してないので。 しろやいや、まあ来ないんですよ単純に。向こうからして、うん、あ、こっちからして、うん、こっちからしてんので送って、昨日も送ったまま帰ってきて来ないんですよ。キャバ嬢とやめろお前。これは後輩だから。だとしたらキャバ嬢でしょ。そういうあれじゃない。まあね、今度はね、近いうちにね、今度デート行きましたぐらいのね、動画を撮りたいね。そうですね、まあもうちょっと今はちょっときついですかね。今はな、ちょっときついな、また増えてきたしな。
まあ、今後とりあえずペアーズとティンダーか、ティンダをやって、まあ、もろもろのね、一体どれぐらい、とりあえず2月はマッチング期間にして、1月はマッチング期間にする、とりあえず、うん、どれぐらいの人数マッチングできるか、1ヶ月、1月中に、1月中にどれだけマッチングできて、どれだけ交換できるかですね。そうだね、ティンダーも次に紹介しよう。そうだね、1ヶ月丸助さんがどれだけそのなんていうの、まあ、マッチするか、うん、で LINE 交換できて、まあその中でどれだけ、まあやっぱね、デートとかにこぎつけられるかっていうのも多分大事だと思うんで、選ばれるか側から、選ぶ側になりますよ、なる、支配あの支配される側から支配する側に回る。そうですね、まあ、こんなところかな。そうですね、まあ、頑張ってやっていきたいと思います。そうだね、頑張ってください、まるまるさん。はい、頑張りましょう。はい、はい、それではまた報告動画撮りまーす。それではまた会いましょう。バイバーイ。